池田義晴は、江戸時代中期の大名。稲葉鳥取藩の第三代藩主。鳥取藩池田家、宗家5代。幼名を長吉、後、鳥取藩世継ぎとなり、勝五郎と改める。署名は、輝清義明。下には、14位下、侍従、右衛門忠の相模守、左近衛少将。元禄8年、叔父の鳥取藩2代藩主、綱清に子がなかったため養子となる。綱清より、清の字とその旧名から、明の字を与えられて、輝清と名乗る。元禄13年、病気を理由に隠居した綱清より家督を相続する。同年、5代将軍、徳川綱吉の面前で元服、綱吉の返記を受け、義明に改名。14下に叙任する。宝永5年、正室、慶姫と婚姻する。藩政では度重なる災害に見舞われ、世情不安から藩の風紀が乱れた。このためたびたび後期粛清令や倹約令が出された。義晴は倹約令を出す一方で、自身は農が趣味で、参勤交代の途中などで気に入った能面を買い求め、その数は約800面に及んだ。これは、当時の将軍家が所蔵する能面の数よりも多かったと伝えられている。元文4年7月23日に死去し、家督を長男宗康が継いだ。法号は天正院伝紀雲、広塩大古寺。墓地は鳥取藩主池田家墓所。菩提寺は竜峰山光禅寺。側室の横押しとの間に生まれた亀姫は、義晴の墓前に、義晴正室、慶姫と並んで墓碑がある。ありがとうございます。